どうも、ゆっくり霊夢です。僕はグルート。ん？何言ってんだ？お前はウプ主だろ。僕はグルート。いやだからお前はグルートじゃないだろ。僕はグルート。こいつまさか。今回全部僕はグルートで乗り切る気か。僕はグルート。おい、いい加減にしろ。それで動画が成り立つわけないだろ。おい、真面目にやれ。ゼルデンプレイしたいだろ。はい、ちゃんとやらせていただきます。それでは悪ふざけはこの辺にしていつも通りやっていきましょう。あ、でも要望があれば僕はグルートバージョンも作りましょうかね。いや、どこに需要があるんだよそれ。というわけで今回紹介する映画はこちら、ガーディアンズ・オブ・ガラクシー、ボリューム3。 MCU の最新作ね。マーベルコミックのヒーローチームガーディアンズ・オブ・ガラクシーの実写映画第3弾で、宇宙を完璧な世界にするためにロケットを狙うハイエボリューショナリーにガーディアンズ・オブ・ガラクシーが立ち向かう話だね。監督脚本は前2作に引き続きジェームズ・ガン、出演はクリス・プラット、ゾーイ・サルダナ、ブラッドリー・クーパー、カレン・ギランなどに加え、シクーディ・ユジ、ウィル・ポールターなどが新たに参戦でございます。というわけで待望のガーディアンズ最新作、吹き替え版と IMAX3D 字幕版で計2回見てきました。ついに来たわね、ガーディアンズ完結作。フェーズ4から賛否両論になりがちな MCU だけど、これは期待してた人かなり多いんじゃない？そうですね、僕もめちゃくちゃ期待してた一人です。以前うちのチャンネルでやったフェーズ3までの MCU ランキングでは1作目が6位、2作目が2位になってるぐらい大好きなシリーズですし、監督の前作である DC 映画ザ・スーサイドスクワットもかなりの傑作で、その年の僕の映画ランキングでは3位でしたので、近年やや低調気味な MCU の中でも期待しかないといった感じでした。今となっては MCU 屈指の人気作だけど、MCU に参戦する前は全然知られてないヒーローたちだったんだよね。そうなんですよね。映画化される以前はマーベルコミックの中でもマイナー中のマイナーキャラたちで、相当なマーベルファンでもないと知らないレベルだったんですよね。まだまだマーベルにはそれなりに有名なキャラクターがたくさん控えてる中、なぜほぼ知られてないマイナーヒーローチームを映画にするのかと当時は驚きでした。監督や役者陣もあまり有名とは言えない人ばかりだったよね。それが今では MCU 屈指の人気シリーズになってるからすごいよね。本当にジェームズ・ガンの手腕恐るべしってところですが、それを見抜いて監督に抜擢したマーベルの先見の目もすごかったと思います。で、1作目が無事大成功を収めて2作目も作られたわけですが、ここで改めて一つ文句を言わせてほしい。お尻ミックスってなんだよ。改めて見てもこの放題はさすがにひどいわね。日本だと大してヒットしてないから2とかつけたくないのはまだわかるけど、リミックスはないでしょ。しかも今回の放題どうするのかと思ってたらまさかのボリューム3でそのままだし、だったら前作もボリューム2でよかったじゃん。中途半端に2作目だけ放題変えたから3作並べるとすごい気持ち悪いことになってるわね。せっかく作品自体はいいのに日本が余計なことばかりしているのが残念です。とはいえ映画自体は2作目も大傑作でしたし、その後アベンジャーズの方にもついに合流して、アベンジャーズのヒーローたちとの絡みも最高で大活躍しましたし、ここで初めてガーディアンズを知って好きになった人もそこそこいるんじゃないですかね。で、ようやく今回の3作目、前作が2017年だからだいぶ空いたわね。今のところ MCU で続編までの最長記録は今回のボリューム3ですね。まあ例の事件があって公開が遅れてしまいましたからね。確か過去のツイートが原因で監督を降ろされちゃったんだよね。ツイートの内容がダメなのはわかるけど、昔のことで一発首というのはなんか違う気がするわね。そうですね、このディズニーの対応にもかなり批判が集まってて、何より役者陣やスタッフ、多くのファンがガン監督を支持し、署名活動まで行われたこともあってか無事監督に復帰、ようやく今回の3作目が公開になったわけです。首になってる間にちゃっかり DC がジェームズ・ガンを引き入れてたのは面白かったわね。今後新しい DC ユニバースのトップとして活躍するみたいなのでそちらも楽しみです。というわけでようやくですが本題のボリューム3について。かなり期待できそうだったけどどうだった？期待通りの傑作です。シリーズ完結編として見事な大団円でしたし、個人的には MCU 史上最高の3部作になったと思います。さすがはジェームズ・ガンって感じね。まずガーディアンズの魅力といったらキャラクターですよね。1作目ではコミックでも無名だったキャラクターたちを魅力的に見せ、2ではそれぞれのキャラクターを丁寧に掘り下げ、今回の3ではそのキャラクターたちの物語を綺麗に締める理想的な3部作構成になってると思います。今回はなんといってもロケットが主役で、彼の非常に重い過去も描かれてるので、これまでの2作と比べてちょっと重い作品にはなってます。ガーディアンズの中でもかなりドラマが濃いキャラだよね。チーム1のひねくれ者だけど他のメンバーを家族と思うようになってるし、サノスの指パッチンではネビュラを除き唯一の生き残りだったこともあって、特に色々あったキャラだよね。今回はそんなロケットが死にかけて、それをガーディアンズのメンバーが救おうと動くというのがメインです。そんな感じで本作はロケットを中心に動いてて、同時にガーディアンズ3部作はロケットというヒーローの壮大なオリジンストーリーにもなってるんですね。
最近だとノーウェイホームが3部作かけたスパイダーマンのオリジンだったりしましたが、今回のロケットも長い時間をかけてコミックと同じヒーローとして完成する瞬間が、最高に熱い場面になってますね。もちろん他のメンバーも相変わらず魅力的で、これまでの物語を通しての心境や関係性の変化とかがいちいちエモかったり、その上でそれぞれがラストには納得の方向に着地してて、完結編として全てのキャラをしっかり書き切った物語になってると思います。キャラクターの魅力第一でやってきたガーディアンズだし、そこを最後のまでやりきってるのはさすがって感じね。新メンバーだとホリデースペシャルでさらっと仲間になってたコスモが推しです。犬好きとしては可愛くてたまらないですし、吹き替えは結城葵ですので僕にとっては最高です。出番はそこまで多くないですけど結構な活躍をしてますし、下手したらガーディアンズで一番強いんじゃないかと思うぐらいのパワーも持ってますね。まさかのワンチャン最強？あとはマーベルファン待望のアダム・ウォーロック。コミックの方と全然イメージは違うキャラになってますが、パワーは凄んだけどまだ生まれたばかりで幼いキャラで、その辺が可愛らしくていいキャラでしたね。コミックだとかなりの重要キャラなので今後も何かしら活躍するでしょうし、これからの活躍も楽しみなキャラです。コミックだと結構サノスと因縁のあるキャラみたいけど MCU だともうサノスいないのよね。その辺もどうなっていくのか気になるところね。そしてなんといってもヴィランのハイエボリューショナリー。こいつは相当ヤバいキャラですね。MCU ヴィラン史上屈指のクソ野郎で、完璧な世界を作るなんて言ってるけど、そのためにはどれだけ非道なことも平気でやるし、自分の思うようにいかないとすぐに切れ散らかすような人物です。なんかすごい小物感があるわね。それが3部作のラスボスで大丈夫なの？まあ確かにちょっと小物すぎるかなとは思いますが、最近では珍しいぐらいストレートなクソ野郎なので、こいつが倒された時の爽快感は凄まじいですね。ラストにはロケットに自身のパワーを破られ、ガーディアンズ全員にボッコボコにされるという、最高にスカッとするクライマックスになってます。近年はヒーローや正義のあり方というのはいろんな作品で考えられていて、単純に力で悪を倒せばいいというわけではない難しい問題を描く作品も多いですが、たまにはこういうシンプルに悪を爽快に倒すヒーローらしい活躍もいいですね。そういう意味ではこのハイエボリューショナリーは良い意味で大嫌いなヴィランでした。本作のテーマの一つはやはりありのままを受け入れるというもので、ありのままを受け入れられず完璧な世界に作り変えようとしたヴィランに対し、欠点だらけだけどそのことを受け入れてチームとして戦うガーディアンズ、はぐれ者たちに対する優しさを感じるところもジェームズ・ガンらしいところです。スー服とかもそんな感じだったし、ジェームズ・ガンが描きたいところなのかもね。そして本作はアクションシーンが素晴らしい。特に終盤にあるガーディアンズ全員で繰り広げる通路での大乱戦、ワンカットで全メンバーが大暴れるする最高のアクションシーンでしたし、さっき言ったハイエボリューショナリーを全員でぶちのめすシーンや、序盤のウォーロックとガーディアンズが一人ずつ対峙していくアクションも良かったです。これまでガーディアンズのアクションは普通にいいぐらいだったんですけど、本作は MCU でも上位に来るアクションだったと思います。他にも戦局のセンスとか宇宙船などのデザインとかも相変わらずいいですし、前2作にも負けないクオリティになってると思います。マジで文句なしの3部作って感じですごいわね。いやまあ、多少文句はありますが。あ、あるんだ。もちろんめちゃくちゃよくできる作品ではあるんですけど、前2作と比べるとちょっと作りが荒いと感じるところがありますね。まずは回想シーンが多いところ、ロケットの過去を描く必要があるから仕方ないところではありますが、ストーリーを回想シーンが毎回ぶった切っちゃってて、シャンチーとかもそうですけど、回想シーンが多いのは映画としてはあまりうまいとは言えないんですよね。あとギャグシーンに関しても今回はあまり笑えないところが多くて、回想シーンとギャグシーンがテンポを悪くしてる感じはありました。最近 MCU もギャグがちょっと微妙になってきてる作品多いわね。MCU ギャグに飽きてきたんですかね。あと今回のガーディアンズの行動に関してなんかグダグダな感じがあるんですよね。敵の本拠地に乗り込んでそこから逃げてまた戻ってきたり、ドラックスなんか船を任されたのに勝手に離れちゃうし、ピーターたちが心配だとしても敵のターゲットであるロケットを船に残して勝手に動くって、バカだとしてもちょっとどうかと思うレベルです。結果オーライだったとはいえドラックスのせいでロケットもピーターも船もやられてた可能性ありますからね。あそこはちょっと脚本の都合で動かされた感がありました。あとカウンターアースの住人たちとか皆殺しにされた時に、ピーターたちとも交流があった人もいたからちょっとは気にしてあげてほしかったし、ウォーロックやアイシャもなんか蚊帳の外にいるような立ち位置で、ちょっと強引にねじ込んだような扱いに感じたり、今までよりも登場人物が増えたからかいろいろ処理しきれてないと感じるところがありました。さすがのジェームズ・ガンでも処理しきれないぐらい盛りだくさんだったのね。前2作は本当に文句なしの傑作というぐらい大好きなんですけど、それと比べて今回はちょっと荒いところが目立った感じですね。とはいえそんなところを含めても十分傑作だと思いますし、大好きなガーディアンズたちの完結作として大満足の一本でした。MCU ファン必見の完結作、ぜひ劇場でご覧ください。これでガーディアンズも終わりとなると寂しいわね。アイアンマンにキャップにガーディアンズ、2
人気キャラが次々にいなくなってるけど今後の MCU は大丈夫かな？一部のメンバーは今後も出番あるみたいですけどちょっと心配ですね。ジェームズ・ガンは DC の方で活躍するからマーベルからは卒業ですし、ジェームズ・ガン亡き後のガーディアンズの活躍が打足にならないといいのですが、それでも次の活躍は楽しみになっちゃいますけどね。そしてガン監督次回はスーパーマン。DC ユニバースの新たなスタートがどうなるか非常に楽しみです。MCU の次はマーベルズ。女性ヒーローたちのチームがどうなるか楽しみね。ドラマ初のミズ・マーベルがどうなるかも気になるところです。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も。ゆっくりしていってね。